こんにちは。ワンオブラブプロジェクトスペシャルインタビュー49回目はなんと澤穂希さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。澤さんです、ね、昨年バリーというブランドでね、子供と親っていうことをテーマに、ラブピース、そのテーマでバッグを制作していただいて、その澤さんに制作していただいたバッグの収益をワンオブラブプロジェクトに支援してくださったので、その流れもあるので今日は澤さんにそんなお話を聞いてみたいと思って、来ていただきました。どうもすいません、ありがとうございます。去年そのバッグのお話を私が澤さんにした時に、澤さんはなんでそのやってやろうという感じになって、あれは支援じゃない、支援ってみんなちょっと、はい、二の足踏む時もあるんだけども、うん、もういいよってすぐ言ってくださったのでありがたいなと思ったんだけど、もうマリさんに言われたらすぐやりますよ。いやそれももちろんありますけど、やはりその親と子のやはりその愛のテーマだったりとか、うん、ラブっていう意味でも、私も今2歳の子供がいて、はい、やっぱり子供に対する思いとか、うん、やっぱりその愛情熱っていうのもすごくやっぱり普段からも感じてたり、うん、子供のためにこう自分の子供だけじゃなくても、うん、やはりこう世界の子供たちに何か自分の微力ながらも何かできたらいいなっていう思いもありましたし、うんうん、で私個人としては子供とのなんか初のこう共同作業というか、そうね、はい、私の LINE でね、はい、お嬢ちゃんと一緒に制作してる絵を送ってきてくれて、もうそのバッグは売れてしまったんだけども、はい、一つしかないからね、うん、世界に一つのバッグだったんだけども、もう感激して、初の共同作業で、でもやっぱり書くこと、うん、女の子だ、特に女の子だからやっぱ書くこともすごく好きだし、うん、で、こう新聞紙引いて、うん、もうね、床とかも汚すだね、もうでも自由にやってほしかったから、うん、そしたらもう本当に洋服とかのもう青いペンがついたりとか、うん、もうでもそんなこと気にせず、なんか好きなことを書いていいよって言って、で書いてない部分もで自分でこう裏返しにして、そう書いて、その時まだ1歳ちょっとね、1歳まだ2歳になってなかったんですけど、それでもやるんだね。楽しかったみたいで、すごいいろんな色のペンを使って、うん、なんかこう、うん、やって描いてて、その、うん、ね、子供が一生懸命描いてる姿もすごく嬉しかったし、うん、なんか私たちで何かできることがあったらと思ったんで、うん、そうですか、ありがとうございます。まあ、私たちのこのワンドブラブプロジェクトはノブさんと進めていて、うん、もう10年目に入るんだけど、澤さんはこの選手の生活も含めて世界中飛び回ってるから、その支援っていうことに割となんかこう近いのかなと思って、うん、ドメスティックじゃないじゃない、なんか視野が、うん、だからそういうのってどういうふうにお考えになってるのかなと思って、やっぱりなんかそのまあ現役も前に引退したい中田秀さんもそうですけど、うん、やはりこう世界にで行っていろんなことを経験して、うん、世界の子供とこう触れ合って、ヒデさんができることを一生懸命やってる姿をこう、うん、まあ、ちょっとですけど見たりとか、うん、まあ、私もなんかその何ができるかっていうのはちょっとまだわからないですけど、うん、でもやはり世界にはいろんな子どもたちがいて、うん、でやはりその可能性をたくさん持った、うん、子どもたちがいる中で、やはりどうしても環境でこう、ね、やりたいことがやれなかったりとか、まあ、大変な子どもたちがやっぱりいる世の中ですし、うん、でもそういう子どもたちにも少しでもやっぱり夢だったり希望を持ってほしいなっていうのはすごく感じている部分なので、うん、まあなんか自分に本当何ができるかわかんないですけど、少しでもやはりなんか協力できたらなっていう思いは、うん、はい、そうですか、はい、ありがとうございます。なんか自分が子どもができたっていうことで、また子どもに対するその考え方とかってやっぱり自分がいない時と違う、うん、もう全然違います。その気持ちはベースにはあるんですけど、うん、やはり子供を持ってやっぱりその今自分の子供を育てていく中ですごい可能性を感じてて、うん、でなんかこういつも言うんですけど、昨日できてなかったこと言えなかったことが今日できてたりって、うん、そういう日々の成長を見てると、うん、やっぱり世界にもやっぱりそういう子供たちたくさんいるし、うん、なんか世界の子供たちもなんか自分の子供のようななんかと、うんうん、にふうに見れるというか、うん、なのでなんかなるほどね、うん、世界の子供は自分の子供に見える、うんうん、子供は本当に偉大だなって、うん、たくさんの可能性を持ってるなっていうのは、ね、はい、
私もその今エチオピアのね小学校ある小学校選んで、あの文具とかスクールセーターとか彼らのリクエストで1年ごとの単位で送らせてもらってるんだけど、本当にね、なんていうの、今おっしゃったように自分の子供みたいな感じはね、うん、なんかだんだんもう何年もやってると、うん、こう情が移ってきてね、うん、まあ、その字が書けなかったとか字が書けるようになったとか、うん、セーター送った子がえもうそんなにボロボロになっちゃったのっていうぐらいに、うん、セーターすぐボロボロにしちゃうとか、うん、そういうのはなんかね本当に親のようにね、うん、なんかこう一緒にこうなんていうのかな、近くにはいないんだけど感じられて、今おっしゃったことすっごくよくわかる、うん、ねえ、選手の時はそういうなんかやっていたことで選手生活とそのなんか支援をっていうことってあったんですか？今までにはなかったのかな。震災の時、あ、そうだね、震災の時に自分でのなんか沢津、ね、フレンズって言って、うん、まあ、企画、まあ、お仕事の協力があって、うん、だってたくさんの観客とか選手も現役男子の、うん、もう本当にすごい方々とか、まあ、来ていただいたりとかして、うん、でまあフットサルとあとサッカーの試合をやって、うん、観客のそのね収益を震災、その時は陸前高田かな、うん、に収益を渡して、うん、それで、クラブハウスと、うん、あとトイレとか、うん、子供たちがまたサッカーできる、うん、グラウンドを作ってっていうのがありました。なるほど。サッカーボールもね、彼らから毎年リクエストあるんですよ。でも校長先生たちとお話しして、うん、サッカーのボールよりもとりあえず鉛筆だとかね、なっちゃって、まあ、なかなかねボールをねみんな子供たちがリクエストするんだけど、なかなかボールまでいかないで、うん、いつかボールをね、でも1個あればボールってサッカーボールってみんなでできるから、そうかそうか、こうボールは本当1個あれば1個でいいのね。そう、野球みたいにこうほらグローブが全員なかったらこうね、うん、じゃない、うん、バットがあったらそういうんじゃなくて、うん、1個でいいんだ、1個ボールがあれば、もちろんみんなにこう、うん、数を与えられたらやっぱり家でも練習できるしとかはありますけど、うんうんうん、でもやっぱり1個ボールあればその1個のボールをかけ、みんなで追いかけって、あ、私どうしても数で考えちゃってたから、そうだよね、1個でいいんだね。サッカーはそうなんですね。ボールなんて変な話、私たちも小さい時にこうコーンみたいなのをこう立てて、例えばそのペットボトルとかでもいいんで、うんうん、こういうふうにやればその間がボールとかできるし、うん、とにかくボール1個あればサッカーは、そうですね、世界共通だから、言葉がなくても、そうですね、うん、サッカーね、できるかなと。毎年サッカーボールがリクエストに入ってるんですよ。でもなんかね、鉛筆の数揃えちゃったりしてなかなかサッカーボールに行かなかったね。そうで、1個でいいんだ、全然気がつかなかった。今日ありがとうございます、いいことして、うん、バカみたいみたいなね、そうですか。じゃあ、最後に澤さんがまあ、そのエチオピアの子供に届くようにでもいいんだけど、うん、なんか支援に関してでも一言、これを見てくださっている、うん、皆さんにちょっと一言メッセージいただいて締めたいと思いますけども、まあ、本当にたくさんの世界の子供たちが、みんなが毎日笑顔あふれる、ハッピーな、ラブな日々に生活が送れることを本当に、願っていますし、でまあ、私たちができることがあれば少しでもやっぱりみんなの一人でも多くの子供の笑顔を見たいなと思います。はい、ありがとうございます。今日お忙しいところありがとうございましたありがとうございました、49回目のスペシャルインタビューはなんと澤穂希さんインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。